五泉市、触れ合いバス神原鉄道運行便五泉市、触れ合いバスの運行ルート図五泉市、触れ合いバスは、新潟県五泉市で運行されている、コミュニティバスである。本港では、同市で運行されている乗り合いタクシー、桜号についても述べる。触れ合いバスと新潟交通観光バスのバス停、五泉高校前現在の五泉市には、五泉、村松という約5キロメートル離れた二つの市街地が、 あり、ふれあいバスは、両市街地を結んでいる。市はこのふれあいバスの沿線を、基幹交通軸と位置づけ、事業計画上では、基幹バスと称している。北側の五泉市街地には、JR 万越再線が通っているが、南側の村松市街地には、1999年に、神原鉄道線が廃止されて、以降は、軌道系の公共交通はなく、 道路線や高速バスを含む路線バスが主要な公共交通手段となっている。2020年4月現在の運行概要は以下の通り、村松駅、バスターミナル2010年10月から市内全域に設定されている事前登録、予約型の乗り合いタクシーである。市内を五線地区東部、同西部、村松地区の3つのエリアに分割し、各地区で データイム60分間隔で、両地区中心部と郊外とを連絡している。2019年4月現在の運行概要は、以下の通り。2020年4月現在、同様の形で市町村域のほぼ全域に運行エリアを設定し、高頻度に便の設定を行っている。県内のデマンド交通としては、体内市の、のれんすごや園市の、お出かけキララン、号、出雲崎町の、 テマリンなどが挙げられる。基幹バス及び乗り合いタクシーは2010年3月に策定された五線市地域公共交通総合連携計画に基づき従来市域内で運行されていた路線バスのうち市域内完結のすべての路線を廃止した上で2010年10月から運行を開始したものである。当路線導入前時点では 市域内完結の路線として、以下が運行されていた。このうち、川の鉄小型バスが2010年9月末をもって、全路線を廃止する意向を表明。これを受けるとともに、公共交通利用者減少や、高齢者の増加など様々な課題に対応するため、公共交通網の大幅な再編、整備が行われることとなった。市民からの愛称募集により、触れ合いバス、 桜号の愛称がつき、2010年10月から運行開始。期間バス及び乗り合いタクシーは国の補助制度、地域公共交通確保維持改善事業に採択されている。ありがとうございます。